はい、今回はですね、1970年代後半ですね、そのぐらいからのですね、イタリア映画における、イタリアンホラーにおけるですね、2つの流れについてお話ししてみたいと思います。ということでですね、早速入っていきたいんですけれども、大きく分かれていくということで、まあ、ゾンビ映画ですよね、まあ、そういった流れとですね、カンニバル映画ということで、まあ、人食い人種とかね、人食い族とかね、そういった未開の地でですね、人々をこう、襲っていくようなね、まあ、そういう種族の物語と、まあ、そんなような一連の映画がありますので、まあ、そんなところがですね、まあ、イタリア映画のホラーの中の、まあ、二大潮流みたいな形になっていくわけですよね。ということで何か忘れてるんじゃないかなというのを思うかもしれませんけど、ダリオ・アルジェントの言うですね、まあ、ジャーロですよね、ジャーロ、いわゆるこう犯罪推理ですね、まあ、そういったものも王道としてあるわけなんですけども、まあ、基本的にですね、ダリオ・アルジェント、まあ、どちらかというとこう他の影響を受けないと言いますかね、まあ、イタリアの映画界の、まあ、こう大きな、ね、流れの影響を受けないような作品を作っているということでですね、まあ、どちらかというともうブレないというかな、ここの作家みたいなところがありますよね。そういったところに占めているですね、まあ、例えばこうマリオ・バーバだったりダリオ・アルジェントだったりですね、まあ、その中にですね、まあ、ジャーロというか一つの格はあるんですけれども、まあ、それの、まあ、両極と言いますかね、そんなところでですね、まあ、ゾンビ映画ですね、そしてまあそういうね、カンニバル映画というのがありますので、その流れをですね、こう どのような流れでそういった3つですね、まあ、ジャーロとゾンビ映画とカンニバル映画が流れていってですね、まあ、どういった展開をしていくかということをですね、まあ、60年代の、半ば頃ですかね、60年代から70年代、そしてまあ80年代90年代まで行く流れでですね、どうやってこう発展してですね、こう消え去っていったかというところをですね、今回お話ししてみたいと思います。ということでですね、まずゾンビ映画と、まあ、カンニバル映画ということで、まあ、ゾンビ映画からいきたいと思うんですけれども、まあ、ゾンビ映画の金字塔というところから言うとですね、やはりこうモダンゾンビの父と言われるですね、まあ、ジョージ・A・ロメロというのがいると思うんですけれども、まあ、ジョージ・A・ロメロはね、ピッツバーグ出身のアメリカ人ですよね。まあ、そこに至るまでの流れでですね、まあ、ダリオ・アルジェントが出資してゾンビが作られるということがあったわけですけれども、その大元のところから今回ね、お話ししてみたいと思いますけども、元を正せばですね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドというね、ジョージ・A・ロメロが作ったこうモノクロの映画がありますけど、それに影響を与えた映画というところからお話ししてみたいと思います。それがですね、1964年のですね、まあ、地球最後の男という作品なんですよね。で、地球最後の男というのは、これはウベルト・ラゴーナとシドニー・サリコ共同監督ということで、あんまりこう名前が知られてないと思うんですけども、まあ、こちらがですね、まあ、明確なゾンビ映画ではなくてですね、まあ、実際は吸血鬼ものなんですけれども、こう、うようよ来るところとかですね、まあ、そういったところがですね、まあ、非常にゾンビ・ライクであるということで、まあ、ゾンビ映画の、まあ、かなり、金字塔的な、ね、作品と言われてますけど、まあ、あまりこう評価されてないと言いますかね、そんな形ですね。まあ、これは何度もですね、まあ、原作はですね、映画化されているということになりますけれども、まあ、地球最後の男というのがありました。まあ、これはアメリカとイタリアの合作ということで、まあ、純粋なですね、イタリア映画ではないんですけれども、まあ、撮影自体はですね、ほぼイタリアで行われているということと、あとスタッフもですね、まあ、いろんな、ね、記述によるとこう予算の関係でイタリアの方が安かったんではないか、安かったからだというような記述もありますけども、まあ、あとイタリアでですね、撮られていたり、あとエールっていうね、ダリオ・アルジェントだとシャドウが撮られた場所ですけれども、あんなところで撮られていたりですね、そんな形で、まあ、地球最後の男というのはね、まあ、現状で言うとね、ウイルスでですね、まあ、地球のほぼ全ての人物がね、壊滅状態にある中でですね、まあ、ただ一人といいますかね、残った、まあ、数少ない人物が、お主人公にした、ね、話でですね、まあ、昼と夜がね、こう昼はこう、ね、普通にこう誰もいないところを、行動してですね、夜になるところゾンビですよね、まあ、吸血鬼なんですけどもゾンビが襲ってくるみたいな話ですよね、まあ、そんな形の、ね、映画ということで、まあ、こちらがですね、実はですね、このジョージ・A・ロメロ、この映画を見てですね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの、まあ、原型といいますかね、ここにかなり影響を受けてですね、1968年のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドを作ったということをね、本人も言ってますし、実際そうなんだと思うんですけども、なんとなく似てるんでですね、ですので、まあ、この地球最後の男というのが、まあ、まずイタリア映画があってですね、その中で、まあ、影響を受けたのがですね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、まあ、ジョージ・A・ロメロの作品だということですよね。で、ジョージ・A・ロメロのね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドについてはもう説明の仕様はする必要ないかと思いますけどね、モダンゾンビの金字塔といいますかね、モダンゾンビのいわゆるね、頭を打つと死ぬとかですね、噛まれるとゾンビに感染するとかですね、まあ、そういった今でいうですね、ゾンビのね、一つの原則みたいなものをね、形成したような、まあ、画期的な、ね、作品ですけれどもね、まあ、そちらが1968年、まあ、こちらはアメリカ映画なんですけども、こういった流れがあるということですね。で、これがですね、まあ、日本ではね、公開されてないっていうのがね、
当初ですね、まあ、作られた当時に公開されてないということで、もともとですね、このドライブインシアターとかでこう有名になった作品でですね、それほどモノクロであることもありですね、日本でも公開されることはなかったわけですけども、それがですね、イタリアとかですね、いろんな国でですね、公開ということで、こういった評判を聞いてですね、ゾンビ映画すごいのがあるということでですね、アメリカでもね、カルト的な作品になりましたし、この、ね、影響を受けたということがあってですね、ゾンビ映画というのが次々にね、ちょっとずつ作られていくようになっているというようなことですね。で、イタリアだとですね、やはりこの流行を追っかけるといいますかね、こう一つね、成功すると同じようなものをね、大量にコピーしていくという、いわゆるこう、劣化コピーというんではないんでしょうけれどもね、要するに模倣作品ですね、模倣というのが非常にあるということで、これが作られていったのが、まずですね、1970年代初め頃ですよね、こんな形になります。で、またね、ジョージ・エ・ロメロもこのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドを作った時にはですね、ゾンビ映画をこう連続して作っていこうとは思わずにですね、ゾンビ映画の父とかというのもおこがましいと言いますか、とりあえず作ってみたようなね感じではあったわけですよね。ということで、これがね、内容的に成功したということで、例えばですね、1971年のアマンド・デ・オッソリオ監督のエル・ゾンビですよね、こんなものも作られているということで、ちょっとね、いろいろ変わっていくということですね。あと、ジョルジョ・フェローニのですね、これ、生血を吸う女のね、ジョルジョ・フェローニ監督ですけども、彼が作ったの悪魔の微笑みですね。こちらもなんていうんですかね、生粋のゾンビ映画ではないんですけどね、ゾンビ的なね、恐怖を感じさせる作品ということになります。あとはですね、ホルヘ・グロー監督のですね、悪魔の墓場ですね。これはね、ちょっとやっぱり墓場であるようにね、イギリスが舞台ではあるんですけれども、ゾンビがね、こう墓場から蘇ってくるとかね、これは完全にですね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの模倣というか、それをね、カラー化して作るという、コンセプトのもとに作られた作品ということになりますよね。原作というわけではないんですけれども、プロデューサーからすればですね、この悪魔の墓場というのはこうナイト・オブ・ザ・リビング・デッドをね、よりこうカラー化して見やすくしているというような作品ですよね。という流れがあるわけですね。ということで、イタリアに行くとですね、どちらかというとこうナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていうのはこうゴア表現であるとかですね、こうめったやたらな、ね、内臓感覚だとかですね、そういったことよりもどちらかというと立てこもりものといいますかね、そういったものに近くて、こうどちらかというとこうなんですかね、ゴアとか残酷描写というよりも生粋のね、ホラー表現といいますか、そういったものをこう中心に扱ってますので、決してこうね、むごとらしいとかそういうものではないんですけども、こちらがイタリアとかね、ホレグルーもね、純粋なイタリア映画ではなくてね、スペインだったりそういったものが入ってますけども、要するにこう大陸系のね、形になってくると、どちらかというとこうゴア描写であるとかですね、そういったグロテスクなね、表現方法だとか、そういったものが入ってきてね、よりこうなんていうかね、マカロニ的なね、ものになってくるわけですよね。そうするとですね、こういった流れでこうイタリアンゾンビみたいなね、ものが形成されてくるというのが1970年代の初めぐらいということになりますよね。ということです。で、そこでですね、ゾンビがね、堂々と登場するわけですね。これは1979年、これはかなりね、有名な話ですけどね、ジョージ・エ・ロメロがね、資金難にあった状態のところにですね、ちょうどダリオ・アルジェントですよね、ダリオ・アルジェントがナイト・オブ・ザ・リビング・デッドをね、すごくね、評価していたということで、ダリオ・アルジェント側のイタリア側の出資があってですね、ゾンビができたということですよね。で、日本公開時にはジョージ・エ・ロメロという名前が知られていなかったので、日本ではね、ダリオ・アルジェントが監督したというような宣伝方法もなされたということで、有名ですよね。ですので、ゾンビというのは、ジョージ・エ・ロメロプラスですね、ダリオ・アルジェントということで、イタリア映画でというかですね、アメリカ映画なんですけど、アメリカ、イタリアの共同出資ということでね、両方のショーンが入っているような作品になります。で、こちらがですね、やはり画期的だったということで、1979年ね、それ以降、こう、全世界にですね、ゾンビ映画の嵐がこう波及していくわけですけども、このゾンビ自体もですね、どちらかというとイタリア流のですね、ゴア表現ですよね。こう内臓がこうね、取り出してこうむしゃむしゃ食べるとかですね、どちらかというとね、このトム・サビニの特撮であるとかですね、比較的こう残酷な世界が描かれているということがありますけど、これはやはりですね、元を正せばですね、1970年代のですね、このゾンビ映画ですね、イタリアンゾンビの系譜からすると、この79年のゾンビのゴア表現にもですね、少なからず影響を与えているというふうに考えることができるということで、このゾンビ自体ですね、やはりこのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドから来るドーン・オブ・ザ・デッドですね、これがどちらかというと、ジョージ・エ・ロメロからするとね、ゾンビがこうやっぱりこう画期的なね、転換点な作品になったと思いますけど、これは決してですね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドからゾンビ
という流れの中でですね、このイタリアンゾンビがなければですね、こういうゾンビもそもそもできなかったんではないかなというふうにね、私は考えてるんですけども、まあ、そういった流れの中でですね、今後は表現だったりね、こう見やすくするようなね、カラーを使ったですね、こうそういうものであるとか、まあ、ですのでね、ある程度こうダリオ・アルジェントというのもこういったところをこう咀嚼した中でですね、このゾンビの脚本ができているということに考えられますので、まあ、こういったことはね、イタリアナイズされた、ね、作品であるということはね、これ間違いないので、まあ、ゾンビね、イコールジョージ・エロメロということで、こうアメリカの映画だというふうに考えるよりもですね、まあ、こうむしろね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドがあって、要するにこれが影響を与えたものをですね、再吸収してこう取り混ぜてゾンビが作られたというふうに考えた方がいいんではないかなというふうにね、私は考えてるんですけど、いかがでしょうかね。ということですね。で、これがやっぱりね、ヒットしたということでですね、まあ、こうすごくね、日本でもヒットしましたし、こうね、カルト的な人気を得るようになったということで、まあ、こういろんなね、全世界でゾンビ映画が作られていくということでね、ゾンビ映画が波及していくわけですけども、まあ、その中でね、やっぱりこうイタリアですよね。イタリアに行くとですね、まあ、ほぼねゾンビをパクろうということで、まあ、そういう意思で作られた1979年のルチオ・フルチのねサンゲリアですね、まあ、これはやっぱりこう外せないという形になりますよね。で、実際ですね、サンゲリアというのはこう低予算、ゾンビに比べるとやっぱりね予算がそれほどそれよりは低いんですけども、興行収入的にはかなり大きかったということで、こう費用対効果で考えるとね、ゾンビよりサンゲリアの方が圧倒的にですね効率のいい作品だったというふうに言えるかと思いますけども、まあ、このルチオ・フルチもね、もともとこれマッキラとかね、そういった形でどちらかというとこのなんかゾンビ映画を中心に手掛けていたわけではなくてですね、むしろこうミステリーだったりね、このジャーロですね、ジャーロの方の方面を歩いていたりですね、そんな監督であったんですけれども、このサンゲリアでね、まあ、急遽ね監督にこう抜擢されたというかね、いうことになってですね、こう一級にですね、まあ、こういう表現をねやるようになったということで、まあ、こちらはどちらかというとサンゲリアの汚さというのはね、先日お亡くなりになりましたですね、ジャンネット・デ・ロッシのこう造形であるとかですね、そんなところに追うところもあったりですね、まあ、ダルダーのサケッティのこう脚本だったりですね、まあ、そういったところがあったゆえにですね、こうサンゲリアがね、ルチオ・フルチの中でのかなり知名度のある傑作となり得たんではないかなと思いますけどね、まあ、そんな形で79年、まあ、ほぼ同時期にですね、まあ、ゾンビがあって、まあ、サンゲリアというのはね、まあ、ゾンビ2という名前でイタリアでは封切られたというのは有名な話ですけれども、まあ、そんなような形になったということです。で、その以降ですね、まあ、ルチオ・フルチもね、それに味を占めたといいますかね、まあ、それがうまくいったおかげでですね、例えばこう地獄の門であると1980年ですね、あとはやはりこうビヨンドですよね、そういったこうどちらかというとこうなんですかね、肉体の破壊だとかね、そういったことをまあ中心な描写とするですね作品、まあ、ゾンビが出てくるとかね、蘇った死者が人を襲うような形のですね描写を使った作品ということで、まあ、サンゲリア、地獄の門、ビヨンドですね、まあ、そんなものもルチオ・フルチから、まあですね、生まれてくるということで、まあ、これ非公式ゾンビ三部作というふうに呼ばれているということですけれども、まあ、こういったね、ルチオ・フルチも方向転換して、まあ、ゾンビ映画をいろいろ作っていくようになったということですよね。で、あとはまあ同時期なんですけれども、やはりですね、ちょっとこういう形でゾンビ99、これはジョー・ダマトの作品ですけどもね、なぜ99かというと1980年なんですけどね、つまりこれ放置されていた作品がですね、放題でですね99年にこうビデオが発売されたということで、ゾンビ99というタイトルにはなってるんですけれども、まあ、1980年の、ね、作品であるということで、まあ、ジョー・ダマトのゾンビ99みたいな、ちょっとね、一風変わったといいますかね、こう少し描写に凝った、ね、作品がこう生まれてくると。まあ、そんな形でですね、でそれが1980年までの、まあ、ゾンビ映画の流れということですね。で、一方ですね、その中でですね、もう一つの流れがあるのが、今度カンニバル映画なんですけれども、こちらをちょっとご紹介したいんですけど、まあ、カンニバル映画っていうのはそもそもね、どういう話かというと、まあ、世界のね、どちらかというと未開の民族というのが、まあ、アマゾンとかね、アマゾン流域とかにいてですね、そこでこうね、探検隊が入っていって、未開の民族とですね、こう遭遇してですね、こう怖い目に遭うみたいなね、話があるわけですよね。で、そういったところのいわゆるモンド映画に近いようなね、流れがあるということで、まあ、そのちょっと大元のところから今回のお話ししてみたいと思うんですけど、これがですね、やっぱりこう世界のね、こう未開発の地域を探っていくこうドキュメンタリータッチということになるとですね、まあ外せないのが1962年の世界残酷物語ですよね。これヤコペッティの作品ですけどね、ヤコペッティがこれ1962年にこれ作ってですね、すごくねセンセーショナルなことですね。一種、まあ、やらせではないかとかね、後で疑惑が上がってきたんですけれども、要するにこう世界中のですね、こうイタリアから見てというかな、要するにヨーロッパから見た視点からするとですね、こうやっぱりこう考えられないようなね、こう世界の風習だったりね、ちょっと残酷な描写みたいなものをですね、まあ
こうつないでいってですね、一つの映画にしたというような作品ですよね。で、元を正せばですね、こういわゆる世界のね、こう不思議発見じゃないですけども、こう知られざる世界をね見ていこうというのはこう映画の一つの醍醐味ではあったわけですね。今でもですね、世界の変わった地域をね旅行する番組であるとかですね、まあ、そういったものってこうテレビ番組でも多く作られていますけれども、元を正せばこれ1995年のね、本当にこう映画史の流れの一番新しいところ古いところまで行きますけど、リュミエール兄弟ですよね。リュミエール兄弟っていうのはもともとね映画をねまあ、フランスのパリでですね映画を上映したというのがこの1895年で、それ以外をですね映画発祥の映画の祖先としてます起源としてますけれども、まあ、最初の時に上映されたのがこういうね工場の出口であるとかですね、あとはあれかな塩田駅への列車の到着というね作品がありました。あれはなんか1回目ではなくてその後だっていう説もあるんでですね、そっちの方がいいのかもしれませんけど、まあ、例えば列車が到着する場面であるとか工場の出口であったりね、まあ、子供が食事をする場面であるとか ですね、まあ、そういった短いね本当にこう1分とかね、もう場合によるとね1分以内のような作品、まあ、ごくたもうものすごくショートですよね。それをこう上映したというところから始まっているというのがこの映画の起源なわけですけれども、その後でですね列車の到着ということをすると、まあ、例えばこうフランスでもそうなんですけども、例えば世界各国のですねいろんなところにこのリュミエール兄弟はですね撮影技師を派遣してですね世界中の風景を撮影して、やっぱりこうフランスに持ち帰ってですね、そこでこう世界の風景をこう映していくということで、まあ疑似的な世界旅行ですね。その当時まあ当然テレビはありませんので、まあ、世界ってどうなってるんだろうと見ることができなかったと。それをですね、映画というメディアを使ってですね、世界中のものを見ることができるようになったというのがこのリュミエール兄弟の初期の頃にですね、やっていたことなんですよね。ですのでね、例えばこう日本でもね、名古屋駅、列車の到着ありますかね、いや名古屋区で撮られた作品とかね、そんなのが作られていたということでですね、それがフランスで上映されたりということで、まあ、世界各国のねそういう風習だったりそういったものが風景ですよね、こう特徴的な風景をねフランスで見ることができるようにしたという、世界中のものを見るようにすることにしたという、まあ、フィルムがあって、まあ、これがですね、まあ、元を正せばねこう映画だったりテレビだったりっていうのはね、この自分の身近にないものもですねこう映像で見ることができるというのが一つの醍醐味ですので、それがですね寄せ集めたものがこう巡り巡ってですね世界残酷物語の大元になっているというふうに考えればですね、世界残酷物語というのは映画のね基礎というか映画の起源からこうつながるね正統的な作品とも言えるわけでしょうね。ということで、まあ、そういった形で世界残酷物語というのが1962年にありました。まあ、これがやっぱりこう土壌になっているということですよね。ということで、まあ、そこからですね生まれてきたのがこの1972年のこの辺の作品なんですけども、こちらがですね要するにこう人食い族ですかね、いわゆる食人族にこう、ね、遭遇していくというような映画が作られ始めたということなんですけども、これが1972年頃作れたのがですねウンベルト・レンツィ監督のですねラスト・カニバルという映画ですね。いろんなタイトルでこれ封切られてますので、まあ、怪奇、魔境の羅族というねタイトルの方がちょっと有名なのかもしれませんけど、まあラストカリバルね、怪奇魔境の羅族というのが1972年にこれ、まあ、画期的なね、要するに、まあ、こういうカンニバル映画では、まあ、ある意味ねこう一つ古典的な作品ということになりますけども、こちらが作られたということです。でただですねこれが成功商業的な成功をしたかというと決してそうではなくて、あんまりうまくいかなかったということですね。あんなこうしょぼい感じだったんですね、興行的にはね。ということで、まあ、なかなかね続くことはなかなか難しかったのかもしれませんけど、それがですねこうやっぱりそれをバネにするようにして作られたのがですね1976年のこれ世界最後の人食い族というねカニバルという映画なんですよね。でこちらがルッジェオ・デオタートの作品ですけども、こちらがですねすごくヒットしたということなんですね。ということで、まあ、そこからやっぱり大きいんですよね。このヒットするとね、やはりそれに続けみたいなのがこうやっぱり、まあ、全世界共通ですけれども、まあ、イタリアだと特に顕著でですね、同じようなものをね作っていくということですね。で飽きられるまで作っていくというね、まあ、そんなのはどこの業界にもあってね、音楽でもね当たると同じようなものを作っていくっていうのは、まあ、あるわけですよね。なんですかね、そのライトノベルとかでも同じですよね。こうね転生ものというのが一時流行った時はこうなんかねやたら転生ものばっかりね書かれたりということが当然あるわけですけど、例えばこのねラストカニバル、が、まあ、こけてもルチオ・デオトーとね世界最後の人食い族カニバルがこうヒットしたということでですね、まあ、その後作られたのがこの、まあ、時期は同じです、ほぼねすぐバーッと作ってしまったのがこのジョー・ダマトのねこの猟奇変態地獄という
作品なんですね。まあ、こちらもなんていうのは、もともとこのさっきのね、世界最後の人食い族カニバルもですね、まあ、成人映画といいますかね、あのいわゆるどちらかというとこの真っ当というかね、あの一般映画ではなくてね、こういわゆるこう裸を見せるとかそういったあの形のね作品でこう公開されていくということなんですけど、こちらもねやっぱり名前が猟奇変態地獄という名前がついている通りですね、どちらかというと成人向けのね映画という形になりますよね。まあ要するにこう襲われるとかね、女性が襲われるみたいな話になりますのでね、どうしてもこういうタイトルがまあどうしてもついてしまうんでしょうけどもね、そんな形でですね、であのジョーダンなどのものができましたよということですね。であとはですね、その当時に作られたのが1978年のこれあのセルジオ・マルティーノですね、あのの作品のですね、まあ、いくつかねこれ放題あるんですけど、例えばこれホーリーマウンテンの秘宝というねタイトルでこれあの公開というか放映されたりですね、あとはまあ食人伝説というねタイトルが付けられていたりということで、まあ、いくつかあるんですけども、あのセルジオ・マルティーノ食人伝説ホーリーマウンテンの秘宝というのが作られたりですねするという形で、まああの食人のね映画というのはこうまあコツコツとねイタリアでは作られてきたということですよね。でそこでやっぱりこうブレイクしたというかね、日本でもやっぱりこういう映画があるんだなと思ったのが1980年ですよね。あのいうことで、まあ、ちょうどねあの E.T. とかあのスティーブン・スピルバーグの作品とかですね、まあ、そんなところがこうあの快進撃を続けている頃の裏といいますかね、そんな形で、まあ、食人族ルッチオ・デオダートの作品、まあ、こちらはあのすごくねあの映画の定番になったといいますかね、このタイトル見れば忘れないと思いますけど、食人族というねこうすごく私もこうねあのポスターが貼ってあってねすごいなと思ったんですよね。あのですけど80代ね食人族というのが作られたということで、まあ、これがやっぱりこうね食人映画の、まあ、一つの頂点になるんではないかなと思いますね。これはだからあのあれですね、フッテージをこうねフッテージって言っても分かんないかもしれませんけど、あの要するにねあのあるのところでですねこうフィルムだったりフィルムが発見されたわけですけども、そのフィルムをね見てみるとそこには何かが映っていたという、まあ、まさにねブレアウィッチプロジェクトのあの原型ですよね。ということで何かが発見してそれを見ていくと、フッテージを見ていくとね、その残された、映像素材を見ていくとなんかねさらに、隠されたねすごいものが中に映っていたというようなね話ですね。まあ、こんなものがそういうね趣向があの凝らされている映画というので食人族というのが挙げられると思います。でその後でですね、あの、まあ、いろんなものが作られているということで、まあ、同じ年ですね1980年というのはものすごくねやっぱりこう同じような形でバンバン作られたんですね。まあ、例えばウンベルト・レンツィですよね。まあ、先ほどのですね、ラスト・カニバルを撮ったウンベルト・レンツィもですね、食人帝国という映画を作ってますし、あとはですね、これ、アンソニー・ドーソンですよね。アンソニー・ドーソンもこれね、あの地獄の謝肉祭というね、これベトナム帰りのね、機関兵がですね、やはりこう、人肉を、まあ、戻ってからもね、要するにあのカニバルを行っていくというような、まあ、まあ、あれですね、まあ、地獄の黙示録とね、まあ、にこう食人的なねテイストをまぶせたような映画っていうかな、そんな形ですね。いうですね。あとはまあ猟奇なんですかね、人食い鬼っていうんですかね、食人鬼っていうんですかね、の島ジョー・ダマトですかね、ちょっと読み方もね私よくわかんないですけど、ね、あのこれのジョー・ダマトのね作品がありますね。あのまあそんなものがあってですね、まあ、まさにですねこの辺になってくるとですね、すごくですねあの食人映画ですね、それカニバル映画というのがこう1980年頃に盛んになってくるということですね。であとはまあ1984年のこう人食い族ウンベルト・レンツィとかね、まあ、そんなような作品もできたりですね、まあ、そんな形でですね、まあ、あの食人映画というのがたくさんあるということですね。で映画史で見てみるとですね、これあのゾンビ映画っていまだに作られてますよね。でそれに対してこのカンニバル映画ですよね、こう人食いっていうのは、まあ、撮ろうと思えばね、なんかこうアマゾンじゃなくてもですね、どこかに行ってですね、こうジャングルみたいなところで撮ろうと思えば撮れないわけじゃないので、あの比較的安直にできそうな感じなんですけど、それほど広がらなかったですよね。あとですね、これ日本だとですね、こういった形であのノストラダムスの大予言という映画があったんですけど、ご存知ですかね。あのノストラダムスの大予言にですね、こう、なんつうか密林に行ってね、こう原住民がこうに襲われるというね、あの描写があったりしてですね、まあちょっとどう考えても原住民なんですけど、こうなんか原住民見えないね、あのメイクしてね、あのやってるような感じなんですけど、まあそんなのもあったり、そういう描写があってですね、ノストラダムスの大予言もな、あの、遠からず近からずみたいなね、描写ですよ。それがあの、カンニバル映画ではないんですけど、そういう描写が中にあったりですね、ちょっとね、不謹慎な感じですのでね。ということで、まあ、あの、まあ、あくまでもね、この、要するにこう、食人族映画ってある意味、人種差別的なね、要素もあるっていうことが
分かりますよね、こう人種ですよね、なんとかの世界の中のなんとか族はこう人を食って人を襲うみたいな、ね、話がこう出てくるとね、やっぱりこうあまり良くないというかね、こうやっぱりこうコンプライアンス上といいますかね、その人道上ですね、やっぱりこうやっぱり問題があるのではないかということで、やはりこうリスクの高い描写であるんですよね、まあ、特定の種族だったり地球上のですね特定の、まあ、これはあの架空のねあの民族とかね特定のこう種族だったとしてもですね、やはりあの世界的に見るとですね、まあ、そこをこうねこう攻撃してると言いますかね、そこをこう低く見てるような映画になりますので、まあ、決してですねあの志の高い映画と言えないというようなね評価は当然あるわけですよね。そういった中で、まあ、例えば訴訟のリスクとかね、そんなことを考えていったりですね、まあ、叩かれるリスクです。今で言えばねこういう映画ってまあ表現できないんじゃないかとかってよく言われますけども、まあ、そういったことからすると、まあ、高評価高リスクはね非常に、まあ、面白いといえば面白いんでしょうけど、リスクが高い作品であるということで、まあ、なかなかねイタリア以外では作られていないというのが、まあ、ですのでね、あのゾンビはこう世界中で作られてますけど、このカニバル映画はねもうほぼねイタリアのお家芸みたいなところですよね。まあ、あのイーライ・ロスのねあのグリーン・インフェルノという映画も、まあ、作られてはいますけどね、まあ、これもですねこういった過去のね作品にこうオマージュを捧げた作品ということでね、あのありますけども、なかなかねあの広く使われることはなかったということでですね、まあ、こういった流れがあるということですね。でこの中でですね、まあ、あのゾンビ映画とカンニバル映画ですね、まあ、こういう2つの流れはあるんですけども、これをね合わせていくというような、まあ、合わせ技みたいなものも現れてくるということで、まあ、今回ご紹介したいんですけど、まあ、これがですね例えばこの異国の地でですね、まあ、ゾンビが現れるみたいなことになると、1980年のこれ人間解剖とドクター・ブッチャーというような作品が、これあのブル、違うな、マリノ・ジロラミ監督の作品がありますけど、まあ、こちらがですね、どちらかというとこう、ゾンビも出てくるし、異国の地ですよね。あのまあ、島ですからね。ということで、いわゆるこのサンゲリア、まあ、これ、マツル島でしたけども、どちらかというとこう異国ですね、カンニバルのこうところとですね、まあ、合わさったようなものが出てくると。あとは、まあ、人食いもので言うと、ヘル・オブ・ザ・ビング・デッド、ブルード・マッティの監督作品ですけども、これはね、あの、やはりねあの南米といいますかね、こう異国の地でね、イタリアから見るとやっぱりこうエキゾチックなね都市のところでですね、やはりねあのゾンビ化していくというような形ですので、まあこれもねあの一つの、卑怯者のゾンビというふうに言ってもいいのかなと思います。ということもヘル・オブ・ザ・リビング・デッドとか、まあ、人間解剖とドクター・ブッチャーとかですね、そういった形でこのゾンビプラスですねカンニバルを合わせたようなね、要するに卑怯者プラスゾンビみたいなものもこう現れてくるということで、まあこういった流れがですね1980年の方にまあ、一つ結集するっていうんですかね、まあ、あの合わさってねこうなんかこうごちゃごちゃになってきてるというようなあのごったみたいなね映画が作られ始めるということですよね。で、まあ、こういった流れでですねこうゾンビ映画もカンニバル映画も進んでくるわけですけども、まあ、このまま進むのかなというとですね、まあ、やっぱなかなかねやっぱりこうコピーを繰り返すとですねだんだんこうねあのエラーが発生するっていうのはありますよね。あのそれと同じでですねこうだんだんねこう普通のコピーでもね、コピーをやっていくに劣化していくっていうのは当然あってですね、だんだんこう質が低下していくっていうのはですね、ということで、これ例えばですね、1988年、これ80年ぐらいがね、例えばサンゲリアとか、こちらもね、あの、食人族ということで、ピークが訪れてくるわけですけども、まあやっぱりこう10年もしてくるとですね、だんだんこうね、こうネタも尽きてですね、こうくだらない映画もできてくるということで、例えばこうサンゲリア2ですよね。これはあの一応ルチオ・フルチの監督作品にはなってるんですけども、あの、なんかね、あの、他の部分はブルーノ・マッティがこう撮ってるということで、それで、ね、まあ共同監督っていうことではないんでしょうけどもね、要するに、まあ、分担といいますかね、こう引き継いでこうね、まあこうとあの本当に機械的に撮るみたいな形ですね、サンゲリア2、まあ、これはできてるんですけど、まあ出来は悪いですよね、あの正直言ってね、あのということになります。あとはですね、1989年とゾンビ4、これはあの人食い地獄ゾンビ復活という、まあ、タイトルもついてるんですけど、これはあのクラウディオ・フラガッソの、ね、監督作品ということになりますね。まあ、このだからどちらかですね、クラウディオ・フラガッソという監督はこれサンゲリア2の脚本もやってるんですけども、なんかこのクラウディオ・フラガッソがこうもしかするとですねサンゲリア2とかゾンビをねあの形作ってるということで、まあ、まあはっきり言ってこれサンゲリア2もゾンビ4もねクズみたいな本当にダメなあのやっぱりこう品質低下をもたらした、ね、作品だと思うんですよね。ということからすると、このゾンビはね、この辺は良かったんですけども、こうブルーノ・マッティぐらいまでは良くてですね、ですけども、このね、この、あれですかね、やっぱりこう、クラウディオ・フラガッソが出てきたあたりからですかね、この辺の88年、89年ね、こう、凡庸な作品をこう、出すようになってきて、いよいよね、もうこれダメだということで、まあ、サンゲリア2もゾンビ4もですね、日本ではね、あの、
ソフトが出てるんでね、まあ何とも言えないところであるんですけど、ね、まあダメなのを楽しむというね、文化もありますけども、やっぱりこれつまんないものはつまんないですからね、ということで、まああの、当時ですね、要するにこれビデオとかの何ですかね、DVD とかで見てればまだ満足できるんですけどね、劇場で見せられたということから考えるとですね、非常にちょっとね、熟知たる思いがあるんではないかなと思いますけどね。ということで、まあ、どうでしょうかね、これゾンビ法とか皆さんね、大画面で見てないと思うんですね、皆さんもね、見たことある方は多いと思うんですけども、これをですね、要するにこう、劇場の大画面で本当に、今だとね、2000、あれです、正規料金だと2000円近くですよね、それを払ってですね、ゾンビ4を見たとかですね、サンゲリア2を見たというね、ことがあったとしたら、本当に許されるんだろうかという気がしますのでね、まあ、これが例えばサンゲリアとかゾンビはね、正規料金払っても全然いいと思いますし、まあ、食人族とかもそうなんでしょうけどもね、これはいいんですけれども、この辺はね、やっぱりそれに値するのかなというのが当然ありますよね。ちょっとこう、こけ下ろすわけではないんですけどね。で、そこがやっぱりこう、息の止めると言いますかね。この、要するに、まあ、クラウディオ・フラガスあたりと言いましょうかね。まあ、この辺がこう、出てですね、こういったものが正々堂々と取られるようになってですね、理由に至ってこう、だんだんこう、ゾンビ映画もですね、イタリアンゾンビもだんだんこう、終わりを迎えていくんではないかなということになりますよね。ということでですね、まあ、ちょっと変な終わり方になりましたけど、ゾンビ映画ね、地球最後の男から、こうね、始まってですね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドから、こう、イタリアにゾンビが行くようになって、まあ、ゾンビのね、金字塔ですよね、ジョージ・エロメロのゾンビが作られて、イタリアでもですね、まあ、そういったものが、こう、二番煎じみたいな形で作られていく。ですのでね、あくまでもゾンビの二番煎じというふうに思うかもしれませんけど、その元を正せばですね、こういったカマラ・アガバとかですね、そういったものとか地球最後の男というのがこうイタリアで、イタリアがなければですね、イタリアの映画作りがなければ、このナイト・オブ・ザ・リビング・デッドもゾンビも生まれなかったというふうに、ね、考えることもできるわけですので、まあ、決してこう侮ることがですね、要するに、ジョージ・エロメロこそが偉くてですね、イタリアこう、モノマネをしているというわけではなくてですね、やっぱりこう、食物連鎖といいますかね、こう、連鎖というかこう、切磋琢磨といいますかね、そんなものは当然あるというふうにね、お考えいただいた方が、やっぱりこう、映画の見方としてはいいんではないかなと思います。で、むしろね、こちらもそうですよね、こういったカーニバル映画もね、こう、どちらかというと、志の低い作品だというふうに思うかもしれませんけども、もともとはね、リュメリュー兄弟のこのね、世界を見てやろうみたいなところから世界残酷物語が生まれたヤコペッティですね。ヤコペッティもだからこうどちらかというと叩かれる傾向があるんですけれども、実にですね、このリュメリュー兄弟とか、元、ちょっと今回ね、長くなっちゃうんでお話ししませんけれども、まあ、疑似ニュースというかな、要するに作り物のニュースというものが多く作られた時代というのがね、映画史においてあったので、まあ、それの伝統を引き継いでるとも言えないこともないんですよね。ということで、まあ、それから見るとね、こういったいわゆるカンニバル映画がこう1970年代後半と80年代にね、ブレイクしたというところが当然流れとして出てきて、まあ、それがですね、80年代あたりにこうね、実を結んだというか、大きくね、まあ、ブレイクしていくと。で、その後ね、こう、クズみたいな映画が出てきてですね、だんだんこう、淘汰されていくという流れですね。ということで、で、その中でもですね、ジャーロという、まあ、ダリオ・アルジェント、マリオ・バーバ、ダリオ・アルジェントのね、この正統派のジャーロというのは、こう、両方に影響されることなくですね、堂々とですね、まあ、ここの地位を貫いていくというところですね、ということです。ということでね、今回はこういう流れをちょっとご紹介をさせていただきましたけどもね、ということで、まあ、今回は終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。